全国のマリオメーカーファンの皆さん、スラマッパギーどうもちはやです。マリオメーカーの実況をやっていきたいと思います。では行きましょう。まずはスピランカーね、体を温めていく意味でもやっていきたいかなと。さあ Z、 いいっすね。踏んで戻っていくと新たなエリア、花ちゃん踏んで、みたいな仲間取って、ここでなんと、ファイヤー状態。さあ、ファイヤーボール放っていく。これは走っておくだけで大丈夫。一回食らって、蹴っ飛ばして。もう一回食らって、オッケー。コイン回収して、ドアに入っていく。三段ジャンプを決めて、うわーってピンクコイン取って、Z、オッケー。からの、踏んでいく。踏んでいくからの左を左に戻る。パウ取って投げて、危ねえ詰まっていく。ここジャンプ、多分いらないかな。これ走っとくだけで大丈夫。からのパウ投げて、鍵道に入る。さあ、どこに繋がる。ふー、こえー、いやー、大丈夫、大丈夫、大丈夫、オッケー。さあ、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいスピードラン。了解です。オッケー、ジャンプしていく。からのジャンプして、パウ投げて、ピンクコインを5枚ゲット。わっしょいー。からの、こう走って、花ちゃん踏んで、右走るだけで。大丈夫かな？オープンジャンプがあった。壁キックが挟まれて、緑の悪魔を取り、オープンジャンプを連続で決めて、鍵ドア。オッケー、残り60秒。あー、これは右走ってくだけ。大丈夫だ。ういやー、ね、ファイヤー箱は。多分これは、P を踏んで右に戻る。思った通り、スピンかまして、緑の悪魔を取り、音符ジャンプで、パウ取ってか、あっと詰まった。パウ投げて、これは左走っとくだけで大丈夫そう。大丈夫そう。パウ投げて、オッケー。からの、これは右走っとくだけなやつ。ドア入っていく。残り40秒。これも右3段、ジャンプを決めて、危ねえ。あ、ちょっと待っちゃう。危ねえ。そういうことか。からの、はい、花ちゃん踏んで、花ちゃん犠牲になるね、今日はね。イカちゃん踏んで、おっとっとっと、詰まっていく、詰まっていく。草取って、ヒップでゴラーよっしゃいー。難しいスピードランですね。ハードスピードラン行きましょう。さあ、ここもね、一発で、おっと、決めていきたいところ。うやっはよしぬの。一発で決めたら高評価残してくださいって言おうとした矢先のこれよ。はい、からの、はい、からの、はい、と、オッケー行きましょう。はい、右に走っていく。クルンが必要なのか。ふぅ、オッケー、音符入れて、音符ジャンプかまして、からの、投げて、右に進んでいく。スピンかまして、かぶって、これは右走るだけ。ドア入って、もう一回食らう。さあ、抜けていく。花が欲しいぜ。これ投げていくタイプだね。オッケー、反応していこう。で、ここはジャンプが必要。抜けていく、抜けていく。スピンに変更からの、行くのは左か。あー、詰まったな、これ大丈夫か。うわ、ダメだ。よいしょ、オッケー、くるんで抜けて、ジャンプして、ジャンプして、ウェルートからの、もう一回ウェルート、パウ投げて、スピンかまして、ドアに入る。オッケー。反応して、いく。オッケー、音符ジャンプ。P スイッチのドアあったよね。あ、だから戻んのか。で、戻っていくー。死ぬー、間に合わないか。耐えていく、大丈夫。うわ、スピン反応悪い、光栄。左だな、一回左経由してパウ持ってくんだな。オッケーオッケー。からの、パウ投げて、三段ジャンプをかまして、くるんかん。タイム不足か。これ、時間ギリチョンだ。間に合わねえ。急がないとダメだ。短縮していこう。できる短縮は全部していこう、じゃあ。集中していくよ。俺が知ってる系のタンスクは全部やっていく。ほい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 。最初の花ちゃんも踏まない方が良さそうだな。あんま変わんねえかな。結局推進力は失われてねえかな。あんま変わんなさそうな気もするけど。 OK、 はい、ほい。あの、ここつまんないようにね。ここつまらないように OK で投げて OK。 冷静にスピンをかましてドアに入っていく。26秒。ポンプジャーンプ。ここはね、ここはそんなに難しくないでしょう。危ねえ。クルーン入れた方があれかな、難しいかなと思ってしなかったけど。ここはジャンプしないで、こっちにしといて、近くにね、敵がいるときはね、自分の首絞めますから。3段、ジャンプからの、クルーンからの、スピンからの、ゾーン！オッケー！ベストタイムね、どうだろうね。どれくらい短縮してんだろう。3秒短縮してる？いっちゃってる？
いや、よかったわ。ほぼほぼベストタイムだ。俺も。オッケー。駆け抜けろー。は？そういうこと？そういうことなのか。結構時間に余裕あるから落ち着いて。OK。意外と余裕あるわ。初動が楽。問題は、あれだな。しっかりと上のブラックパックに当てたいところだな。まあ真ん中でもいいんだけど。あぶれ。しっかりと道を作ってゴールと。OK。これは絶対気持ちいいやつだな。ちょっと気持ちいいさせて。気持ちいいさせてください。おぉ！わーっ！マジか。途中ジャンプしろなのか。タイミングが。めちゃんこ難しくない？これ。子供？オッケー。そんな気持ちくなかったわ。歩き半自動。歩くんだね。オッケー。うーわ、なるほどね。そう来た。うわ、華麗にかわしていく。ワイヤーも。うおー、見た！すげえ。真ん中抜けたぞ、バブルの。うわ、これどっす、当たんねえのか、ギリギリ。うわ、冷やせもんだろうな。これ、マリオの脇汗半端なさそう、今。さあ、ドカン入っていきます。からの、うわ、めっちゃのこのホールやんけ。やべ。お、全部踏めんのか、すげえ。からの、音符を使い、ちょうどなのか。セーフなのね、これもね。怖え。走りたくなってくんな、これ。うわ、これもう冷やせ。やばいだろ。脇汗。あ、そしてゴール臭い？ゴール臭い、オッケー。壁キック行きましょう。君はどこまで行けるかな。ステージ6まであるみたいですね。途中でもこれクリアできるようになってんのか、ちゃんと。この書き方。なってなさそうだけどね。あ、危ねえ。ちょっと無理しすぎた、今。うわ、危ねえ。死んだらやり直しだからな。間入っとけば等間隔に置いてくれてるはずだから。大丈夫。さあ、ステージ行きましょう。今度はこっちスタートの方がいいかな。あぶねえ、今。ガリガリより、あぶねえ。こっちの方がいいよね。こっちの方がまだ落差があるよ。あぶねえ。えげつねえ、その左の。危なかった。短いけど難しい上級者向けスピードラン。いきましょう。からのパウナゲ三段ジャンプ。うわ、ほいほい。からのパウナゲ三段ジャンプをかまして、くる一回入れとこうか。しゃがみ、オッケー。どこ入っていく。こへほい。からのほい、つまらないように、オッケー。音符入れて、ほい。からのしゃがんでいく。もう一回食らって、走って、しゃがみ、オッケー。ドカン入って、残り12。走っていくだけゴール。時間余ってる。ブラックパックにギリギリマリオがゴールできる。ブラックパックに。おー。結構難しいけど意外と楽しいギミックができたかもしれない。さあ、行きま、そう。下りはまあまあ。あ、登りの方が簡単か。はっ！詰まったー。どうかして。いや、鼻のせいだ。鼻のパーティクルのせいで来るのか。あ、死ぬ。あ、危ない。もう、いじめよくない。ほんとに。サブも投稿しています。スピードラン。これいつ作られたステージなんだろうな。最近、コース作ってる人ってどれくらいいるんだろう。もうやっぱいなくなっちゃったかな。あ、こっちか。あ、こうか。なるほど。ほい。もう一回踏んで。最初に戻ってきた。オッケー。三段ジャンプするのか。あ、こっちか。なるほど。からの、こう行きまして。めっちゃ詰まるやん。ドカン、ドア入って、ジャンプして、はい、からの、敵を踏み潰し、花ちゃん踏み潰し、ゴールか！
では本日のラストと参りましょう。程よくハードな一直線のお城を走り切ろう。ふっ、あぶね、早速やらかすとこだったぜ。さあ、こう抜けてこういって三段ジャンプを決めてドアに入っていく。そのまま右に走って、いや、何もさなくていいやつだった。あぶね、あぶね、あぶね、こえ、ここからの、ここはくるんでいけたっぽいな。からのゴール。